ンピーガンは工藤さんの、じゃない、ワンピーガンは誠さんですね。スピーガーは、工藤さんのヒューロー。今日、剣とヒューロー多いですね。さあ、ブロックパームがしゃがみ込まれた確定からの、ミートスカッシャ突っ込んでいく。さあ、ここしっかり地上にパームを合わせて、EX ラビアットがうまいですね。地上に合わせるパームがうまい。さあ、ブロックブロックブロック、またね、地上に合わせるパーム。しっかりしますね。さあ、工藤さんが一番安藤選手。さあ、誠さんは、まだゲージがある。さあ、投げが決まる。ジャンダイ系とジャンダイ P が打ち。さあ、サードストライク。夏の陣。長熊マニアックス。投げていくのは誠さんの剣。大きい攻めは遠慮系。さあ先に発生の早いジャンプジャック系で過ごしていく EX 竜巻。さあ一見体力はリードしているが、ヒューローのワンチャンの回で、さあここは安全な角度でした。さあこれはすごい差し返しを狙った形だったか、若干遠かったか遅かったか。さあ、大きい攻めは投げ出す。金大爆からの EX サード。勝つわけにゲージを回して。70秒経過、ありがとうございます。取り返していく、誠さんの剣。さあ、ファイナルラウンド。サードストライクあるある。最初、触りかといったと思いきや、急に加速していく。どっちが暴れるのか、行くのか。ブロッターが先に降りただけ。遠大傾斜がミックライからの EX の先。パームから2回目のパームをしっかり狙っていきますね。しかも離し入力のハンマー回っても成功。ジャンダイ P からの突然の中断でした。ありがとうございます。勝ったのは、クロさんのヒーローですね。